こんにちは、ヤマンゲロです。今回は軍幕設営動画です。 eBay というサイトで英国陸軍キャンバステントが送料込み3万円弱で売っていました。どのような形になるのか分かる写真がなかったためすごく不安でしたが、購入しまして無事到着しました。実際に設営するとどんな感じになるのでしょうか。それでは参りましょう。この日は軍幕キャンプ九州に参加させていただきました。こちらが届いた軍幕です。それでは設営していきますよ。よいしょ。中身を取り出していきます。ポンポンポン。あれ、こけしかな、電話かな。いいえ、ペグでございます。6本入っております。幕を広げる。このような状態になりました。まずは端っこに1本ペグをぶち込んでいきます。ギュッギュッギュッ。転がっていた石を使います。トントン。画面右奥ピンと張り、同じようにペグダウンします。そして真ん中もポンポンポン。ポール切ってきました。ちょうどいい高さに合わせて切ります。ポールは幕の中央にまっすぐ立てます。幕と地面がちょうど触れる高さがベストです。ポールの高さが決まったのでギコギコしていきます。あいたたたたたたた、チンポカット。もう一本は横に並べ同じ長さで切ります。いやらしい汁が出てきましたよ。美味しそうですね。幕を持ち上げる。あ、ポール通す穴がここにあるんですよ。これ入んないから、どうしよう。蚊帳のこれ内側からや、内側から入れてこんな感じで。何度もしつこいですが、とにかくポールがまっすぐ立った状態で反対側を引っ張りペグダウンします。ギュー、石を使ってドンドン。ここにあるロープを引っ張り、幕が地面から90度になる位置でペグダウンします。5号新一君直伝オーバーハンド亀甲縛り、こんな状態で逆も同じようにやります。蚊帳をめくり上げポールを入れていきます。ドゥルン。細いポールが突き出る用の穴の位置へ木をあてがう。中央にまっすぐ立てる。この状態で奥側をピンと張りペグダウンする位置を決める。決まったら倒れても大丈夫です。そして元の位置にポールを立てます。こちらにロープを引っ掛けられそうなので結んで引っ張ります。結んで先ほどと同じく幕がまっすぐ立つような位置にペグダウン。今んとここんな感じです。かやここがなんか面白い感じで、ただここ開かないですよね。バカッと開けばいいんですけど。後で分かったのですが、ロープを引っ張ると下からスルスルスルっと上がる仕様になっております。可愛いですね。ボタンではなく紐パンがついております。こちらもハトメがなく紐パン。蚊帳をピンと張り幕をかけてみます。反対側とは違う形状になっておりますね。ピョン。蚊帳を上げ全体を見てみます。逆からこっちはまっすぐなんですよね。これが可愛いですね。穴がアナルみたいな。風通しで開けときましょうか。よし、こんな感じ。かっこいいやんこれ。ここだけ色違いですね。こんな感じです。じゃあ中に入ってみますよ。お、天井低い低いこれめっちゃ低い。寝るだけっすね。2人寝れそうっす。めっちゃ低いっす。これ100、いや100ないっすよ。ドイツが100なんで、はい、10センチ近く違うから90から95の間。あ、低いっすね。敵から見つかりにくいという点ではいいと思いますが、座ると頭がつくので横になる専用テントでした。超いい雰囲気でキャンプすることができたので僕としては大満足な幕でした。蚊帳あり、通気性もよく夏も大活躍しそうです。夜から朝まで雨が降るということでイギリス軍馬車で雨対策しました。
おじいちゃんテントを孫タープちゃんが雨から守ってるように見えます。この迷彩柄もかっこよくてすごく好きです。幕の後方は雨漏りチェックのためぐちょぐちょの濡れ濡れにしました。いつでも挿入 OK ですね。頭から入ってみます。幕内の天井でございます。水漏れはなさそうに見えますね。触ってみます。しっとりしていますが水が垂れることはありませんでした。全然大丈夫。よかった。eBay で購入したイギリス軍キャンバステントご覧いただきました。キャンプで使うには低すぎるなというマイナス点もありますが、テント前後の形状が違ってかっこいい。蚊帳付きでロープを引くと蚊帳が上がるのがかわいい。スカート付きで虫の侵入を防ぎやすい。色が好みといい点が多く僕は最高に気に入りました。変なものが届いた時の保証を eBay がやってくれるのかわからないのでおすすめはできませんが、覗いてみると普段見かけない面白いものがあるかもしれませんよ。白玉子大丈夫でした。そんなことじゃニュースキャスターとか普通に100万個売りますとか言ってますから、ね、ああ確かにですね。大谷にね、万個売りって寺があるんですよ。マジっすか。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。